最近の鉄道動画を見ていると、テロップが見づらい。ナレーションが長くて早くて聞き取れない。そういった動画が増えています。この動画ではどうやったら改善するかを簡単に説明していきます。例えば、こちらを聞いてみてください。相鉄、JR 直通線は、鉄道、運輸機構が整備主体として、建設中の神奈川東部方面線のうち、相鉄本線に下見駅から東海道貨物線横浜長谷駅付近までの、区間に連絡線を建設する事業の、計画名である。長くないですか？しかも、駅名の読み方を間違っています。正直思うんですが、動画作ってる人は、このナレーションを読ませて、何とも思わないのでしょうか？さらに言うなら、これが、相鉄 JR 直通線の、一番最初の、出だしの説明にするなら、明らかに不適切です。この文章、実は、Wikipedia からのコピペです。Wikipedia みたいな文章をそのまま読ませるのは、間違っています。もし、相鉄 JR 直通線を、まず簡単に説明するなら、こういう風にするのが理想でしょうか？相鉄 JR 直通線は、相鉄線から JR 線を経由して、新宿へと乗り入れる路線で、2019年11月に開通しました。1行目は、まずこれくらいでいいのです。オタクは、何でも長く喋りがちですが、ぐっと我慢します。そして、視聴者の意識を、相鉄 JR 直通線に持っていきつつ、さらに、説明を深く掘り下げていきます。人間は呼吸をしています。吸って、吐いての繰り返しで、会話も同じように、話して、聞いての繰り返しです。上手じゃない作者の動画は、ひたすら吸うか、吐くかの繰り返しで、疲れてしまいます。ナレーションを読んだ後に、納得させたり考えさせる時間を与えて、また、次のナレーションを読む。そうすれば、視聴者は、落ち着いて見ることができます。例えばこのテロップ。見づらいと思いませんか？なので、まず文言を整理します。ナレーションと全く同じ言葉をテロップにする必要は個人的にはないと思います。例えば、これくらいあっさりとしてもいいでしょう。テロップで表示させる行数は見出しを含まないで最大2行が限度です。3行もあるテロップはテレビでもなかなか見ません。むしろ、残念な作者がよく使ってます。そんなテロップ、読めますか？文字だらけで読み切れません。そして、デザインを変えます。こういった情報説明のテロップなら、座布団というものを敷いて、説明の見出しと、説明内容を分けた方がいいでしょう。また、人間は、文字を認識するのに、ある程度時間がかかります。テロップを見せる時間は長すぎず短すぎず、まずは作者自身が読み切れるかどうかを確認してください。例えば、ミュージックホーンが特徴のこの列車。AE 型は在来線最速の160キロで運転できる性能を持ち、またミュージックホーンが搭載されています。うるさくないですか？ BGM も、ナレーションも、全部邪魔でしかありません。続いてはこちら。テロップ、邪魔じゃないですか？本当に見せたいのはナレーションですか？テロップですか？多分違うと思います。やっぱり、視聴者は映像を見たくて再生ボタンを押してくれているのです。そんな視聴者の貴重な時間を奪うのはやめましょう。いかがだったでしょうか？他にも、一視聴者の視点から見ると、いろいろ言いたいことはたくさんありますが、まずは、これを参考にしてみるのはいかがでしょうか？この動画で取り上げたことは、あくまで、
私が動画を作る上で心がけていることの一例です。世の中には他にも分かりやすい動画を作っている方がいるので、動画作者の皆さん、より分かりやすい動画作りを心がけてほしいです。